コンサート期間とかはマジでそんな場合じゃなさすぎて忙しかったので全然焼いたりしてなくて、よいしょ。ちょっとパンがさ思ったより発酵してないんだよな。ちょっともうちょっと発酵するまで待とう。もう10分ぐらい追加で発酵しようかな。まだ待機でまだ待機でした。なんか今日膨らみが悪い。なんでだろう、なんでだろう。ちょっとお水汲むのとかを見た。そうということで待ってる間はまた普通の雑談タイムになりますが、皆さん地震大丈夫でしたか？まあ今さやの配信を見てくれているってことはきっと大丈夫だということでだとは思いますけれども、なんか本当にさ、普通に昨日なんか 寝つき悪くて、多分2時半か3時とかに寝たの。そうそれで4時過ぎとかですよねに携帯がけたたましい音を鳴らし始めて、マジでさ心臓止まったかと思った。なんかマジでもうちょっと音ちっちゃくできないのかな。なんか調べたけど音はちっちゃくできないし音も変えれないって書いてあったから、もう絶望してる。あんなけたたましくなくても起きれるのに。それさ前さ携帯のアラーム切ったと思うんだけどさ、鳴ったんだよね。なんかその携帯の設定でね、緊急地震速報鳴らさないよみたいな設定があるので、それを前切ってたんだけど鳴ったよね。覚えてない、いつあれしたんだろう、オンにしたのか分かんないんだけど、すいません今日すっぴんだし朝起きたまんまの髪型です。許して、一日家にいたから許して。でも今日顔の調子が別に悪くないな。そう緊急地震速報いつオンにしたんだろう。さ切ってたんだよな。切った記憶あるの、切った記憶あるけど鳴ってた。だからいつかオンにしたんだろうね。さすがにならないと危ないかなと思って。痩せた？本当嬉しい。でも体重は1キロ減りました。でも今日夜ご飯ちょっとちゃんと食べちゃったのでまた戻ってそう。そうで、鳴るじゃないですか緊急地震速報が。緊急地震速報ってさ、その P波っていうね、最初の初期微動を感知して鳴らしてくれてるわけですよ。だからさ、まあもう本当に数秒後にはもう地震が来るからさ、できることってあんまないんだけど、さやは今日自分がすごいなって思った話をするんですけど、さやはもうめっちゃ寝る時大口を開けて寝るタイプなので、カーって寝てて布団入って、でも最近あったかいからさ、まあ布団かけちょっとお腹とかラインにはかけてるけど足とか手とか出てるわけね。でカーって寝てて、ウィンウィンウねんでって起きるやん。で最初の2秒ぐらいはって2秒もないかな、ほんと 0.2 秒ぐらいはってなるの、何みたいな。そうしたらさ、緊急地震速報ですってなるからさ、ああ地震来るやんと思って、でまずまあ寝たままですけどパッと、まあ、さ寝るところに物が倒れてこないところに布団を引いてるから大丈夫なんだけど、一旦倒れそうなものが本当に近くにないかパッて目で見たので、何か棚とかが倒れても私の体には落ちてこないなっていうことを確認して、でその掛け布団の中に体を全部入れて、もし何か物が飛んできても怪我しないようにくるまってっていうのを揺れが起こるまでにできた。そういやもう寝てたからさ、なんかドア開けに行くとかちょっとはもう無理やと思ったから、一旦身だけ守ればと思って、あのね揺れが来るまでにそこまでできたので、あ自分ちゃんとあれだわ、生きていけるわ一人でも一人暮らしでもと思って。そう結構ねできるやん自分って思いました。やっぱ学生時代に培った避難訓練とか防災訓練はもう一つも無駄じゃない。そう実際起きてたり自分が起きてたら多分部屋のドアとか、まあ、玄関のドアは多分開けないけど部屋のドア、その廊下とリビングをつないでるドアとかは開けるかも。地震まあでもこの家はでも開けなくても大丈夫そうだな、なんか作りしっかりしてるから。実家だったらドア開けるね。地震でなんかその建物が歪んだりしたらドアって開かなくなるらしいから、そう実家だったらドア開けてたと思うけどこの家は開けなくても大丈夫そう。こんばんは。そうでもやっぱ防災訓練って大事なんだなと思った。やっぱ受けてるから動けた、動いてないけどね結局布団の中にずっといたけど、そのいろいろ思考はできたから。そうなので皆さんもそういう風に動けるように知識は蓄えましょう。マジでびっくりした、その後寝たけどちょうどさやが浅い眠りの時だったの、地震起きたのが。で浅い眠りの時って人間ね夢見てるんですよ基本的には。人間ってこう深い眠りと浅い眠りをこう1時間半周期とかで3時間とかでねこうあれしてるんですけど、波打ってるんですけど、浅いタイミングって絶対夢見てるらしいの。でもその後すぐ起きないと夢の内容って忘れちゃうらしいのね。だから起きたての起きる直前の夢しか人間覚えてなかったりするんですけど、地震速報が鳴った時に夢見てて、その芸人のミキの昴生さんがそう夢がおもろかったんだけど、ミキの昴生さんが多分関西白書みたいな番組を多分一緒にやってたんだろうね。それでなんかくるるんを見てなんか可愛いって言ってる夢見た可愛いっていうかちょっとキレゲーじゃないですか昴生さんって。なんかこんなに可愛かったら意地悪なんてできないよみたいな怒ってる夢見た。そしたら地震速報で起きた。なんかこの前の8のコンサートにミキさんがお二人来てくださったの、ミキさんの昴生さんと亜生さんが。それでそのご挨拶させていただいたばっかりだったから記憶のすごいこうすぐ出せる引き出しにいらっしゃったんだろうね。なんかパンがあんまり発酵しないのはなぜだろう。ドライイースト入れたしな。もうちょっと発酵したいな。そういう夢でした。まあ、なので皆さんね、最近ね各所で結構大きめの地震が来ておりますので、皆さん対策はしっかりしましょう。私は対策という点ではマジで何もできてないのでやばい。なんか防災バッグみたいなの作りましょうみたいなのあるじゃん。マジで一個もない。何にも揃ってない。何を用意したらいいかも分かってないどうしようかな。よくないよね。よくないのは分かってるんだけどね。とめさんタコありがとう。なんかさ、その非常食とかが一切ないのうち。なんか食べれるものがそのさって火とか調理しないで食べれるものが基本的にうちにはなくて、缶詰とか買わなきゃなーって思ってる。水はあるんだけどね。水はあるんだけど。ウォーターサーバーの予備の水があるからさ。最悪だってね、停電とかしたらウォーターサーバーにつながないで、そこから水直で、ウォーターサーバーにつなぐ水を直で飲めばいいからキャロンさんかわいいギフトありがとう。水はいっぱいあるんですけど、食べ物がないから缶詰とか買わなきゃなって思ってる。そう、どうしようね。でも缶詰いつもスーパー行って買おうと思うけど高くてやめちゃうんだよね高いなって、スーパーで見ると高いなって思っちゃうから Amazon で買おうかな。なんか良くないことなんですけど、ネットで見るとなんか安く見えない。そう、ネットで見ると実店舗で見るより安く見えませんか。絶対良くないよね。だからあんまさ、ネットスーパーで買わないんだけどさ、ネットで買わない。絆創膏とかはすごい100個ぐらいうちにあるんだけどね。そう、こんばんは。まあそんな感じで、私は対策できてないので、みんなは対策してください。さあ、もうぼちぼち対策します。一人暮らしやからな、自分でやらんとね飽きまへんから。あー、カスタードをパンに包もうと思ってて忘れちゃったな。発酵する時に包まなきゃいけなかったな。カスタード入れなくていいか。クリーム入れようと思ってたけど忘れてもうたな。なんかいいや、焼くときに勝手にこれより膨らむと思うから、これぐらいでそろそろやんないと焼き上がらない。配信中にちょっと一回配信と、ごめん、ちょっと配信止まっちゃいました。あー、画面バグっちゃった。いや、もう。今回はメロンパンだからさ、焼く前にクッキーをねのせないといけぬのです。ちょっとあはん、キッチンペーパーがラス1だ。後で入れ替えなくては。メロンパン用のクッキー、ちょっと冷蔵庫で冷えて硬いので手で温めます。マジで一瞬で柔らかくなる。メロンパンいいでしょ。メロンパンはパンの中でも得意パン。そう、メロンパンの中にねカスタードクリームを入れようと思ってたんだけど、カスタードクリーム入れるの忘れちゃった。パン焼いてみたいんですよ。それはもう思い立ったが吉日というやつです。やりましょう。本当にお手軽ですから。今はねネットという便利な場所がありまして、作り方マジですぐ出てくるから超絶便利です。グラニュー糖が欲しい。グラニュー糖をまぶしたい。グラニュー糖をお皿に出そうっと。よいしょ。じゃあやります。チョロスキル。でもマジでパン作り人口増えてほしい。なんかメンバーとかもパン焼きが趣味なメンバー増えたらなんか共有できるじゃん。このパンこういう焼き方で結構簡単だったよとかさ。だから本当にお菓子作りとかパン作りも流行ってほしいね。シール帳みたいな感じで。スケッパー、ピンクのスケッパーどこやったっけ。スケッパーどこにしまったかな。ちょっとパッて出せそうにないから諦めようっと。諦めろんね。パン食べたくなってくるでしょ。みんなもっとパンを食べるべきだよ。パンは人々を幸せにしてくれるからね。危ない思考の人みたいになっちゃった。でもマジでさあは昨日吉祥寺から帰る時にパンを買って帰ったよ。吉祥寺のパン屋さんに寄って帰ったよ。仕上げにグラニュー糖をまぶします。このペースで作ってたら10個メロンパン作る頃にはパンがパンパンになっちゃうのでペースアップしなくては。パンがパンパン、ダジャレみたいになっちゃった。恥ずかしい。こんばんは。最近はメンバーとかに全然振る舞えてない。なんでかっていうとマジでコンサート忙しすぎて全然パン焼いてなかったから。こんばんは。いや忙しい時はねマジパン焼いてる場合じゃないんだよね本業がちょっと忙しくって、信じられないぐらいね追い詰められてるんです普段の私。ちょっとさダンスが覚えられなくて追い詰められがち。さえちゃんあるある。メロンパンのさクッキー貼り付ける作業がまあまあ大変なんだよね。よしパン作り。パン職人のなんだってパン職人のイメージが強すぎるけどアイドルなんだよな。だからパン職人のイメージ強いの結構嬉しくない？なんかさアイドルってさ、まあ、今もう無限にいるじゃないですかアイドルと呼ばれる人たちが。だからさそのアイドルとして認識してもらったとしてもさやっぱ記憶からはさ薄れやすいじゃないですかいっぱいいる中のアイドルだと。でもパン職人だと思ってもらえてると記憶に残りやすいからお得です。こんばんは。なのでぜひそのまま覚えていてほしい。よーし君たちもちょっと表面が乾燥しているからお水でペタペタしよう。応急処置。この間僕たちにゆりちゃんにうちわ見て5回ぐらいパンって言われたよゆりさんはさやのことをマジでパン屋さんだと思ってる節ある。これはねガチ。ゆりさんはマジで絶対さやのことパン屋さんだと認識してるもん。かわいいね。昨日はシール帳育て今日はパン育てする。確かになんかさでも何かを作るのすごい好きなのさ昔から。料理とかパンだけじゃなくてものづくり大好きなのだから、図画工作とか美術とか技術とか何かを生み出す授業全部好きだった。でも成績は悪かった。なぜかってあんまり才能がなかったからね。特に芸術系はマジ才能なかったな。さやめちゃくちゃ覚えてるわ人生の挫折を味わわせていただいた美術の授業めっちゃ覚えてる。よいしょ。そんな感じでものづくり大好きです。絵描いたりするのも下手だけど好きだしね。模写とかはめっちゃ得意なんだけどやっぱそのゼロから何かを生み出しましょうみたいなのが壊滅的なんだよね。だからみんなが見てるよく「いやセリンは絵上手だよ」って言ってくれるやつはマジかりそめ。あれは模写です。割と模写のことが多い。これ円盤かわいいクッキー。よいしょ。こんばんは。ねえ、カフェイベントまたやりたいよね。どうやったらできるの？ AKB カフェがない中、カフェイベントって事務所移籍しなきゃ無理かな。そんな気がする。うわ、かわいい。これ焼き上がり楽しみやな。グラニュー糖をまぶします。ちなみに今日のパン作り裏話すると、なんか生地をね、まずホームベーカリーで最近こねちゃうから手抜きなんですけど、生地こねてさあ発酵させようと思ってボウルに移そうとしたら、なんかボウルにその生地が入った瞬間にボウルがひっくり返っちゃって、シンクに水溜めてあるボウルの中に生地を落として、1生地無駄にしてる。今日マジショックだった。結構な材料費が吹き飛んでった。ショッキング。よし、片方できた。よいしょっと。お、こちらは発酵が進んでおる。こんばんは。ねえ、悲しい話でしょ。オーブン予熱しよう。よいしょ。1生地っていう単位ないけどね。本当はないけど、サイが生み出した。バターめっちゃ使う。バターが一番ショックだった。バターが一番高価だからさ、体感では。バターマジ高い。今乳製品めちゃ高いです。バター激高。ショッキングだったな。余ったクッキー生地全部焼きたい。そう、オーブンで分します。メロンパンはメロン果汁とか使用してるの？皆さんもしかしたらご存じないかもしれないんですけど、市販で売ってるメロンパンって、そのメロン果汁が入ってますってわざわざすごい歌い文句にしているお店以外は入ってないですからね。メロンパンは見た目ですからね。メロン味じゃないですよ。みんな知らないのかな。スーパーとかで売ってるメロンパン、メロン果汁入ってると思って買ってるのかな。その可能性出てきた。実はね、残念ながら入ってません。最近ドライブしたさえはもう鬼ペーパードライバーだよ。やばい、クッキー生地割れちゃった。つかないかな。ダメそう。割れちゃった。まあ失敗する個体もいるということで。そう、ビジュメロンだから。ね、クリーム入りのメロンパン美味しいよね。それを作ろうと思ってたの、さやは。なのに入れるの忘れちゃった。個人的にカスタードクリームは消費しよう。パンの中には入れれなかったけど。え、これどっから開けるの？自分で閉じたラップが見つけられない。え？この辺か？違う。え、どこ？あったあったあった。そう、運転してない。なんで運転してないかっていうとね、私自分の車を持ってないんですよ。だから基本運転するときは母親の車なんですけど、さやは最近実家に帰ってないんですよ。でも実家に帰ってももう2回ぐらい帰ってる時も1回も運転してないんで。まあ、その実家に帰ったか運転するかって言ったらまた別なんですけど、それ話が変わってくる。そう、東京ってさ、いい街だもんでさ、車いらないじゃん。どこ行くにも電車で事足りてしまうからさ。ちょっと余熱が終わっちゃったから早く仕留めないと。よいしょ。鼻がかゆい。前途多難である。あ、ちょっとクッキーが冷蔵庫で冷やされすぎて硬すぎる。溶かして溶かして。こんばんは。チョコチップのメロンパン美味しいよね。安いし。塾通ってた時よくスーパーで買って食べてたな。チョコチップメロンパン。なんかあんまり可愛くできないからこれ却下。君たちは普通にクッキーとして焼かれてもらおう。パンの邪魔にならないところでクッキーとして第二の人生を歩んでもらいます。メロンパンって普通にさ、パン生地とクッキー生地2つも作んなきゃいけないからさ、普通にパン界の中ではさ、まあまあめんどくさいやつらなんだよね実は実はめんどくさいパンランキングかなり上位なんだよね。危ない、落とすところでした。猫みたいな鳴き声が出てしまった。やばい、焼き上がらないって。配信中にスピードアップしないとやばい。丁寧にラップを開けないとクッキー生地が台無しになってしまう。えい、パコかわちい。今回絶対焼き上がりかわいいから、みんなに焼き上がり見せたいから早く焼き上げたい。余熱がもう終わっちゃってる。オーブンちょっと待ってて。コメントを見ている暇がない。ちなみに今日の私の朝ごはんはエビカツサンドでした。昨日パン屋さんで帰りに買ったんだな。めっちゃうまかった。エビカツってなんであんな美味しいんだろうな。マジで冗談抜きでめっちゃ美味しくない？すごく好きなんですよね。なんか基本的にさ、カツがさ、肉のカツは好きじゃないからさ、カツサンドってあんま食べないんだけど、エビカツサンドだけはもう特例。特例も特例でいいところ。よし、余ったクッキー生地を隙間に置いたらオーブンに入れちゃいましょう。ちょっと隙間がない。こっちなら隙間あるかな。よいしょ。ちょっと机のサイズが足りないよ、足りないよ。余ったクッキー生地めっちゃ雑すぎる。今回ピンクの生地も実は作りました。この生地もどっかに置いて OK かな。 OK、 余った生地ないね。 OK、 焼きましょう。ああ、クッキー生地余ってる。待って待って、いました。どっか隙間がない、隙間がないのでちぎって端っこに置いとこう。晩ご飯抜いたから今やばい。あ、やばい、申し訳ないわ。それはすごいね。それマジ晩ご飯抜ける人ってすごいと思う。才能。絶対無理。昨日とかさ、最近ね、夜ご飯で炭水化物抜いてるんだけど、お腹空きすぎてなんか寝つく時気持ち悪かったもん。ちょっとお昼いっぱい食べちゃった日は確かに夜抜けるわ。それは確かに。出来上がりギリ見せれそう。わーいわーい。あー、お酒か。お酒をさやが飲まないからな。確かにお酒飲む人ってさ、あんまご飯食べないよね。なんかうち両親がお酒飲まなかったから、そういうシステムがあることを最近知ったんだけどさ、なんか世のさ、お酒を飲むお父さんとかってさ、なんか晩酌にさ、そのおつまみとかだけ食べて夜ご飯ほとんど食べない人とか、その稀に存在するって聞いてって思った。うちのさ、パパとかお兄ちゃんとかがさ、いっぱいご飯食べるのってさ、お酒飲まないから。めっちゃね、うちのパパとお兄ちゃん大食いなんだよね。まあ常識的な範囲の大食いだけど、フードファイターぐらい食べれるとかじゃないんだけど、まあまあ食べる人なんですけど、お酒飲まないからいっぱい食べるのかな。こんばんは。そう、夜最近ね、お米とか食べないように、劇場公演の日とかは無理だから食べるけど、それは空腹で死んでしまうので食べるんですけど、今日みたいな休みの日は最近食べてないです。やばい、オーブンの横にかけてある私の調理器がすごい高温になってる。ちょっとこっちにかけとこう。なんか良くなさそうだから。こんばんは。でもちょっと頑張るとさ、みんながさ、痩せたって言ってくれるから優しい。わーい、嬉しいね。優しい。でも今日はこの後一口だけ焼きたてパンを味見します。さすがに焼きたてのパンは一口を食べたいやん。まあ今日はそれだけはちょっと、まあもうこんな遅い時間ですけど、一口やったら絶対大丈夫やから、一口だけね、ちょっとだけね。焼きたてパン食べないのはパンに失礼。あ、そのマインドいいですね。確かにそれはね、そうだよ。焼きたてパン食べないのはパンに失礼。パン側にね、パン側に対してのやっぱ敬意をもっと持っていかないといけないよね。それはそうだ。キッチンの手拭きがびちょびちょになっちゃったんで買います我が家のキッチンはニトリのこのスタイルです。このなんかキッチン用の手拭きと洗面所にかける手拭き違う、変えてるんですけど、キッチンはこれ、洗面所はグレー。でもさ、お酒飲まないのになんで太るんだろう、長年の謎。なんかお酒飲む人は太りやすいって言うじゃん。マジで飲まんのにめっちゃ太る。ピエン。早く焼き上がんないかな。もういい匂いはちなみにしてます。こんばんは。ちちょっと焼き上がったやつをここに置けるように、ここを開けよう。 OK、 サリンのペロンパンは甘さ控えめ。クッキーのお砂糖は減らした。そう、クッキーのお砂糖は減らしました。でパンに入れる砂糖はあんまり量多くないし、減らすと膨らまなくなったりするんで減らしてないです。あれ？よし、おー膨らんでるぜ。おいしそう。美味しそうだね。週末ホームベーカリー稼働させよう。それさ最近やってないんだけど、ホームベーカリーでさお任せで焼くさ1斤とか2斤のさ食パンうまくね。ふわふわでもうね、粉とか材料だけ入れたら、あとは放置しといたら 3,4 時間後にねパンが焼き上がるってコースがあるんですよ、ホームベーカリーには。実家にいた頃はママがそれでよくパン焼いてくれてたんだけど、最近やってないな。久しぶりにやろうかな。えそれさマジふわふわで美味しいよね。ふわふわ。もうやっぱ焼きたてって正義なんだよこの世では。あ見て、これはケーキクーラーです。これの上にパンを置くことでパンの底がびちゃびちゃにならないっていう。さあこっちも出すか。パン作りの時しか登場しない私のサブテーブル、こちらにケーキクーラーを置いてパンを冷まします。うちはキッチンが狭いからね、こいつがいないと何もできないんです。こんばんは。一人暮らしのお家はキッチンが狭い。本当に本当にそう。だからいいお家に住めるようにさやは頑張ります。さやは何回か話してるんだけど、私の理想の間取りね、理想の間取りは一部屋まずカウンターキッチンの、狭くてもいいんですけどカウンターキッチンのリビングと、もう一部屋すごい狭くていいんで、本当5畳とかの寝室、4畳とか4畳とかでいいな。別に寝室は布団が引ければいいその2部屋が欲しい。そう、私の望みはもうそれだけ。それ以上の部屋はいりません。まあウォークインクローゼットがあったら万々歳わーいって感じなんだけど、そんな贅沢は言わないから、対面キッチンとちゃんと作業台のあるコンロが2口以上で、ちっちゃいシンクじゃなくてちゃんとしたシンクのあるキッチンと、キッチンがある部屋と寝る部屋、2部屋が欲しい。もう家のクオリティだけ求めてめっちゃ都心から離れてみようかな。めっちゃストレス溜まりそう、通勤時間嫌いだからでも別にさリビングも狭くていいんだよな。部屋が分かれてさえいればいい。そのキッチンの匂いが部屋に、寝る部屋に行くのがすごい嫌なのさやは。そう、まあ別に対面じゃなくてもいいんだけど対面だったら嬉しいよねっていうだけで。そうだからそんな家には住めないわけですよ、どう頑張ったって。めっちゃ都心から離れて木造のところとかあったら安いとこあるけどね、ちょっとそれはまた話が変わってくるから。木造ってきつそうだな、だってこんな大きな声でショールームしてたら隣の部屋に絶対筒抜けだよ、間違いなく筒抜け。ちょっと待ってる間暇だからキッチンの掃除しよう。いい家に住みたいね。無理だな当分、10年後とかじゃない？災害地満足のいく家に住めるのは。はい、綺麗別にキッチン普段から綺麗にしてるから一拭きするだけでめっちゃ綺麗。ハッピー。キッチンさ、この家で一番綺麗なのキッチンなんじゃないかな。いや、お風呂が一番綺麗だな、毎日掃除してるから。水回りいつも綺麗、うち洗面所も綺麗だしな。部屋が一番汚いわ、一番生活してる部屋がでもコンサート期間で散らかした部屋をちゃんとこの休みの期間に全部片付けたのそう、あ、くしゃみ出そう。はいなんかその洗濯し終わった服をこう山にしちゃう癖があるのね、忙しい時は。なんかその洗濯物はたまるから洗濯はするので、干すところまでやるんだけど、新しく洗濯したい時ってその干してるやつをさ下ろさなきゃいけないじゃん。だからでもそれを畳んでクローゼットに入れる元気はもうないみたいな、忙しいとね。焼けたわ。だから洗濯したやつを積み上げちゃってたんだけど全部クローゼットにしまった、えらい。そして空いた床を全部掃除した。あ、かわいいじゃん、いいねいいね。なんか穴開いちゃったな、気に食わん。あ、見てください、新しくトング買いました。この前まで使ってたトングなんか壊れちゃったんで、ちょっと待ってね、みんなに見せれる状態になったら見せるからね。あ、なんか焼き、あー、やばい、崩れた。やっぱ脆いんだな、クッキーの部分って。あー、クッキーが崩壊しちゃった。サイドのクッキーたちがやばいな。ちょっと待って、焼けたクッキーどこ置こうかな。焼けたクッキーなんか適当なとこのしとこう。ペーパーを洗うとして、やばい、配信が終わっちゃう。とりあえず一回みんなに見せるね。よいしょ、メロンパンできた。こういう変わり種メロンパンも作ってみたけど、下の方のクッキーが崩壊している。なう。はい、ということでランキング読みます。よかった。見せるところまではいけた。13位、タッキーさんありがとうございます。12位、おかずさんありがとうございます。11位、あんばたさんありがとうございます。10位、ともちさんありがとうございます。9位、ばいっこぞうさんありがとうございます。8位、スノーさんありがとうございます。7位、ソースイさんありがとうございます。6位、やすさんありがとうございます。5位、わさっぴさんありがとうございます。4位、もたさんありがとうございます。3位、やちさんありがとうございます。2位、とめさんありがとうございます。そして1位は、きろんさん。ありがとうございます。よかった。見せれて。間に合ってよかったです。では遅い時間ですが、皆さん見に来てくれてありがとうございました。おやすみ、また明日、バイバーイ。